10分間ぐらいライブさせてもらうので、もしよかったら最後まで見ていてほしいなと思います。はい、はい、じゃあ今日参加してるメンバーの簡単な自己紹介だけさせてもらおうと思います。はい、リーダーライム担当おばちです。イエーイ。はい、バナナ担当ゆあです。イエーイ。はい、グレープフルーツ担当サイです。イエーイ。はい、みかん担当サイです。イエーイ。はい、チゴ担当カノンです。イエーイ。はい、アセロラ担当ミサトです。イエーイ。はい、ラズベリー担当強化です。イエーイ。はい、スモモ担当モッチです。イエーイ。はい、コシス担当マルです。イエーイ。はい、ラフランス担当エイカです。イエーイ。はい、あのフルーティ本当は11人で活動しておりまして、はい、フライヤーとか、ね、あのうちわも今日配ってるのかな、無料の配ってくれてるんですけど、そちらにいろんな情報とかプロフィールも載っているので、はい、ぜひ雨ですがもらっててほしいなと思っております。はい、で私たちの前にね、よさこいやすじゃないですか。やってましたね、ベニガラさん、ね、よっちょらやりたかった、ね、やりたか、楽屋も音めっちゃ聞こえてて、今日もね、よさこい経験者で楽屋で踊り始めてたんで、踊り始めてた。いや、私乗り乗りやガチで知り合いいるんですよ。エビワの皆さんもうね、知ってるじゃないですか、声出しのね、相馬さん、あのエベツなんで、私めっちゃ知り合いなんですよ。で、あのユキさんとかもお知り合いの方とかいて、きっとエニワの方はもうおなじみだと思うんですけど、あーで多分普通に会うっていうね、ステージ上です。そしたらなんか多分昔と顔違えよってやりたかったのが、オバラって口パクでそこまで見に来て、わざわざだからこうやってやったの。そうそう、やかましいわ。ぜひね、今日エニワでもフルーティーもっと覚えてもらえるようにライブ頑張っていきたいと思いますので、はい、皆さん最後まで一緒に楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それでは次は2曲続けて聴いていただきたいと思います。皆さんも一緒にクラップできる曲なので一緒にお願いします。それでは聴いてください。パッションテンション、そしてセンセーション。パッションテンション、そして